わあ。誰だ？俺、ベンテス。ベンテ呼ばれて。泥棒だ！隠れろ！ごめん。脅かすつもりはなかったんだ。本当に？宝石を盗みに来たんじゃないの？ひどいな、泥棒扱いなんて。人を探してるんだ。テラって名前なんだけど、俺みたいな格好で背はこのくらい。知るもんか！騙されないぞ。聞いたこともないよ。あのさ、話しづらいから出てきてくれないか？罠だ、誰も出ていくなよ。よし、だったら俺の方から行くぞ。ほっ！
はっ、うん、せいや、どうだ、うん、はっ、風よ、ふっ、いや、はっ、せいや、はぁ、ほっ、どうだ、うわぁ、俺は泥棒なんかじゃないって。泥棒はみんなそう言うんだ。騙されるもんか。分かったよ、出て行けばいいんだろ。そうだ、他に人がいそうなところはあるかな。森を抜けた先に城があるぞ。分かった、ありがとう。さっきの人たちの家かな。どうしたの？木が襲ってくるの。大丈夫、多分幻を見たんだよ。怖いって思う心が幻を見せるんだ。ありがとう、元気が出てきたみたい。この分なら大丈夫だわ。でも休めるところはないかしら。どこか心当たりない？それならこの先に小屋があったよ。俺が一緒に行ってあげる。俺ベンテス、ベンって呼んで。ありがとうベン、私は白雪ですわ。うん、じゃあ行こう。どうだ？
ここなら安全だと思うけど、念のためこの辺りを見回ってくるよ。こりゃ女の子だ。大丈夫、近くに魔物はいないよ。あ、またお前か泥棒め。なんでお前がここにいるんだ。待って、私彼に助けてもらったの。白雪姫、騙されてはいけません。さっさと出てけ。お願いだから追い出さないで。私ベンに助けてもらう前にもっと恐ろしい目にあったの。何があったんだ。森の向こうの花畑で鍵のような剣を持った男の人に会って、見たことのない魔物に襲われたの。鍵のような剣、まさかテラ。その男が魔物を使って姫を襲わせたのでは。テラがそんなことするはずない。そうね、ベンのお友達ならそんなことするはずないわね。姫、こいつを信用しちゃいけません。そうだ、こいつは嘘つきだ。確かめてくる。よし、するな。燃えろ。ほっ、どうだ。はっ、ほっ、はっ、くらえ。テラ、おばあさん、これ落としたよ。ん？おお、
すまないね。これはとっても大事なものなんだよ。その武器見たことあるわよ。おばあさん、テロ知ってるの？知ってるとも。ゼアノートのことを教えろと、その武器で私を脅したんじゃよ。テラはそんなことしないよ。ねえ、テラはどこにいるの？知らないね。ああ、お前さんも私を脅すのかい？え？俺はそんなつもりじゃ。テラ、どうしちゃったんだよ。